さあそしてすごいといえばね、うん、まあまあ、うん、まあまあすごいというかね、うん、まあまあいつも通りなんだけどね、まあ、一応ね一応言っとく、うん、そう、うん、この番組の、数字が出まして、はいはい、じゃあ平子さんの方からいいですか。俺から言っちゃう。はい、あ、本当、うん、じゃあ言っとくか。民放単独首位だ。シェー、うー、余裕かよ、おい。やっちまったな、おい。ジャックパワー24。いつも通り普通にやったんだけどね。ついてくんだろうね、多分ね。数字がね、なんか俺のところついてくるんだってね。うるせえなってなんじゃない、わかんねえけど、俺は普通にただじゃ、ダメってるだけ。なんか分かった、実感しながらやった。全然ない。一緒、普段と一緒。俺も、うん、家にいる感じと一緒で、ね、数字いいですって言われたよ。なんか本当にゴローっとしてダメってる感じでさ、うん、やってんだけど、へ、うん、ついてくんだよね、数字。だから分かんないよね、数字って。本当、うん、分かんない、うん、数字だけじゃないしね。そうそうそう、うん、目に見えないものだからね、うん、感覚的なもの。どうでもいいしね、別にそこじゃないから、うん、俺は見てない。だから後付けでなんかついてくるもの、うん、おまけみたいなもんで、うん、いやー足音聞こえてくるわ。足音、一部最小角の足音聞こえてくるわ。もうすぐか。どん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 大きくなるわ。もうすぐ来るはずだもんな、もうすぐな。はあ、行ったり来たりで忙しいわ。疲れちゃう、ほんと疲れちゃうよ。体のね、うん、リズムがね。内容よ、内容なんだよ、もう。それだけでもいいから教えてくれよ、もう。用意先に決めてよ。そっからだよ、もう。ねえ。大体決まってんじゃないの。決まってない、多分もう今の時期だから。出し惜しみしないでさ。やめてよ、そんな。民放単独首位ね。あ、単独の首位なんだ。うん、そう、単独だから。あんま意味わかんないけどね、漢字並べられてもね。民放単独首位、うん。うん。もうでも単独ですよ。そうなんだ。ゲーム差も結構ある。あ、そう、あ、なるほどね。数字言ったらよ、数字言ったらよ。わ、うん、かんねえけどね、うん。まあ、これもあの、ね、リスナーの皆様のおかげでございます。うん、あの、皆さん引き続きご贔屓にしていただければと思っております。すね、本当にいつもありがとう。お伝えたかったです。そうですね。あ、よかったですね。センキューセンキュー。うん、さあ、切り替えまして、うん、今週の放送ですけれども、どうしましょう。今週こそこれドラクエなんていいんじゃないですか。あ、ドラクエやんないです。それどころじゃないんです。それどころじゃない、どういうことですか。あのね、みんなね、はっきり言っちゃうよ、危機感が足りない。危機感何の危機感。まあね、うん、説明するとね、今年、うん、バイオハザードシリーズが20周年を迎えるのね。おお、そうなんだ、知らなかったけど。そしてね、うん、今日1月21日、はい、バイオハザードゼロ HD リマスターが発売されたの、うん、バイオハザードのエピソードゼロなわけ、うん、それを改めて発売するのね。これが何を意味してるのか、まだ気づかない？ごめんなさい、わかんないけど、別のとこ引っかかるんだけど、その喋り方は何、うん、じゃあね、もう言っちゃうよ。いや、うん、お願いします。ゾンビの脅威がもうすぐそこまで来てるってこと。なんで、そう、何いや、聞いた上でだけど、あと一応気づいたんだけど、その喋り方、やりすぎ都市伝説の、あの関さんのキャラかな、多分だけど違うかな。人類が新たなファクター、そう、局面へと足を踏み入れてるのね。うるせえな、俺あの喋り方そんな好きじゃねえんだよ。さらにね、これだけじゃないのね、はいはい、今年2016年はゾンビ漫画アイアムアヒーローの劇場版が公開される。ああ、はいはい、ね、ウォーキングデッドの新作もあるわけ。その他にも数えきれないほどゾンビ関連の作品やイベントが続々と世に出てるわけ。ちょっと多すぎるよね。おかしいよね。いや、まあ多いっちゃ多いですね、確かにね。これね、うんうん、どういうことかっていうとね、政府がね、メディアを使って国民にゾンビの脅威の刷り込みをしてるってこと。関さん、それはね、すでにゾンビウイルスは完成してることを意味してるのね。関さん、もうね、ゾンビは映画や漫画の世界だけの話じゃないの。
いつゾンビウイルスがパンデミックしてもおかしくない状況だってこと。いや、まあ、あのね、そんな危険な状況だったらね、そんな回りくどいことしないで公式にね、こう公にも全体に発表すればいいんじゃないですか。そう思うよね、うん、でもね関さん、そんな発表したらね、どうなる、パニックになるよね。まあ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 ね、まあそうだから、だからね、うんうん、国民は来るべき日のためにパニックを起こさないため、知らず知らずのうちにゾンビへの脅威や対策を刷り込まれてるってことなんだね。わかる。いや、わかる。腹立つな。そしてその X デーが近づいてるってことなんだ。だから日本人もいい加減気づけってこと。お気に入った、この危機感あるけど落ち着いた感じの、まあ飲み込むのね、今回それをごっくりと俺がね、うん、まあね、なんでゾンビの脅威が今迫ってるってことだってことね。うんうん、ゾンビの脅威が迫ってるってこと、ね、いいよ、語尾直す必要ないよ別に。分かる。結局は今日は何をやるんですか。はい、ということで今日はこんなことやります。ラジオバイオハザード。まあ説明した通り、ゾンビの脅威はすぐそこまで迫ってきております。でゾンビがどうやって広まっていくのか、まず誰かがゾンビになりますよね。そしてそのゾンビにクソ弱いやつが襲われて、そいつもゾンビになります。でゾンビの数が増えて手に負えなくなると。まあまあ普通のねゾンビって考えるとそうなりますよね。あのゾンビを広めるのは雑魚なんですよ。でやっぱ雑魚といえばリスナー、まあ、リスナーは弱肉強食のピラミッドの最下層クソ雑魚だから、真っ先にゾンビになっていくわけです。もうすぐゾンビになっちゃう雑魚だから、マジで心配してます。いやいや、まあまあそこはね、あんまりこの本当は乗りたくないとこなんだけども、そのロジックは言ったら芯食ってるわ。でしょ。うんうん。なので今日は雑魚がどんなタイミングでゾンビになっていくのかをメールで募集したいと思います。それを募集するの。はい、おう、今のところゾンビ研究で分かってるのが、じゃあ例題いきますね、うんうんうん、ねえお母さん、あ違う、先生、うわこれ、あのよくある先生を間違えてお母さんって呼んだだけでゾンビになっちゃったの。雑魚はその程度のテンパリでもうゾンビ化します。雑魚すぎるよ、もう。あ、テンパリで、テンパリですぐゾンビになっちゃいます。いや、あとですね、あ、いらっしゃいませ、はい、あ、肉まんと、はい、あ、コンサートのチケット、公共料金とおタバコ、あ、アメスピのメンソルライト、はい、少々お待ちくだ、はい、あ、あと、宅急便。好きだ。うわいやいやいや。いや、確かにテンパるけどさ。いや、ダメだな、雑魚だな。あと、よし、冷凍ご飯、レンジでチンしよう、チン、よし、食べるぞ。あ、まだ中冷たい。うわそれでダメなの。うわ今のでゾンビになるの。こんな感じになっちゃいますから。こんな感じのフォーマットで、ザコがどんなタイミングでゾンビになるかを送ってください。あ、じゃあ、ネタコーナーだ。そうです。いや、お前認めちゃダメなんだよ。いや、でもさ、普通に考えて、うん、ゾンビって、こう、噛まれて、こう、ね、噛まれたら、うつっていっちゃうっていうことでしょ、うん、そういうルールでしょ。平子さん、はい、リスナーは我々が思っている以上にザコです。もうテンパるだけでゾンビ化します、すぐ。だから対策が必要なんですよ。まあまあまあ、そんな、まあ、ちょっと情けなさすぎるっていうか。まあ、一応護身のためにショットガンも用意しておきますから。一応ね。ショットガン。ショットガン。一応。どっかで使うのかな、じゃあ。ショットガンね。どっち、俺か、酒井が、いや、ゾンビになるの。一応です。一応。何のね。一応。じゃあ何のね。はい。皆さんメール送ってください。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。はい、なお、この番組はスマートフォン向け放送局 NOTTV でスタジオ映像とともにお送りしております。
fucking laughing. Listen up, my problem is yours. Don't you ever think if you want to change your life? アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com。 ツイッターのハッシュタグはシャープアルピー ANN、 アルピーはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。番組の公式 LINE アカウントもあるのでぜひ友達になってください。番組は僕らからのメッセージが届きます。詳しくは番組の公式ホームページをご覧ください。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子由紀です。メール来てます、うん、埼玉県ラジオネームぺったんこ兄弟とカンカン姉妹。あのね、僕たちはね毎日学校の隅で弁当を食べてるのね。でもね今日もね幸せなんだよね。もうこれ危ないですね。え、もう何これ、これ危ないです。リアクションメール、リアクションメール、怖っ、キモ、何これ、これはもう危ないです。もうほぼゾンビじゃないですか、もう、うん、もうゾンビ、ゾンビがメール打ってるって可能性ありますよ、これやべえね、何よこれね。本当に、本当に気をつけないといけない。皆さん、今日本当勉強して。ゾンビなのになんか人の部分も残してる、後半肝になってくるみたいな映画で言うとね。そうそうそう。怖い怖い。理性がまだ、まだギリ、メール打てるからまだギリ大丈夫だけど。苦しそう。今、今だよね。すっげえ高熱出てる感じの。逃げて俺がある、俺であるうちに皆さん送ってください。はい、酒井、今日の夕飯は何食べた？わかめうどん。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日はラジオバイオハザードと題して、雑魚がどんなタイミングでゾンビになるのかを送ってもらっています。口悪いな。 X ではすぐそこまで来てます。対策を練りましょう。練りようがない、うん、あ、行きましょう。ラジオネーム小野龍太。母さん、今日の夕飯何？煮豆。なんでだよ。いや、わかる。煮豆メインで。俺マジゾンビになるぞ。俺こんなババにやれたら。煮豆きちいよ。いやこれはちょっときついかもね。ゾンビになる必要ない。煮豆食うぐらいなら人食うよってことだよ。いやー、じゃあ、続きまして、福岡市ラジオネーム毒マムシサンダーユー。ヘイパス、ヘイパス、パスパス、え、こっちフリー、空いてる空いてる、ヘイパス、おいパス、うぅこれはダメだわ。全然ダメ。こんいや、体育のね、うん、球技は信頼性が本当第一だから、回ってこねえやつ回ってこねえからね。いや、ダメだな。ゾンビになる必要はねえけどさ。雑魚がゾンビになるかの教科書の1ページ目ですよ。かわいそう。ラジオネーム長野の九州男児。なあ、なんか可愛い子紹介してくんね。え、マジ紹介してくれんの？え、写メある？ああ、どんな子だろう、緊張すんな。え、どれどれ、え、めっちゃ可愛い。あ、ピアスしてる。うわあ、それくらいでゾンビになるなら無理すんなよ。運動ないんだよ、すぐなっちゃう。いや、ウォーキングデッドの音楽に合わねえんだよ。この危機感が高まる音楽にさ。気弱な奴らのエピソードメールがさ、デレデデレデじゃないんだよ、全然。気弱いなぁ。弱いかもね。埼玉県ラジオネーム、天空にいる太郎。10メートル先右折してください。新しいルートを検索します。5メートル先左折してください。新しいルートを検索します。10メートル先右折してください。
新しいルートを検索します。いろんなとこ行っちゃうから本当だ言うことを聞いていきたいなんで言うこと聞かないんだよ横浜市ラジオネームドクロ猫。お客さん、今日はどのような髪型にしますか？いくらやじゃん。俺もこうなるから自分で切ってんだから。確かにこうなっちゃう。わかるけど。わかるね。わかるけどね。気弱なやつはすぐ。ゾンビになる必要はないよ。勇気振り絞っていって。じゃあ続きまして、川崎市ラジオネームエレファントかさまし。あ、ラーメン一つください。入り口で食券お買い求めください。やったことある。あやったね。これこういう時なんか初めて来たわけじゃないんですよぐらいの顔してる時に限ってこういうのね。そうね、二回目ですみたいな。そう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 。出していくんだよ。いやすぐなっちゃうからな。なるな。これはなるな。なんねえけどな。ゾンビにはなんねえけど。なります。これゾンビになりますから。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆうきです。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はラジオバイオハザードと題してゾンビの脅威を訴えかけています。リスナーからはどんなタイミングでゾンビになるのかを送ってもらっています。はい。ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。何それ超ウケる。あ、唇切れた。うわぁ痛いんだけどね。痛いっていう時は。痛いよね。この季節だね、ちょうど今のね。ゾンビになりやすい。この季節は特に。ならない。じゃあ続きまして、愛媛県ラジオネーム2012。生の人。あ、俺ハイボール。全員生だよね。店員さん、生8個。全然通してくれない。ハイボールって、ね、めんどくさくなっちゃうんだよね。新潟市ラジオネームミルクノート。すいません。テニス部に入りたいんですけど。あ、テニス部でした。これ嘘だろ。なんだこれ。何これ、急に急に作った感じ。ずりーなこれ、なんか急に作った感ほんとすげえよこれ。みんな本当に自分の恥ずかしい弱い部分をさらけ出してくれてんだからさ。ネタっぽい。ネタくせえ。ダメだよ。ただちょっとおかしいですね。おかしい、何？メールがちょっと多すぎるな。ん、どうした？もしかしてもうゾンビウイルスがパンデミックしてるかも。いやいや、してないよ。いや、スタジオの外の様子わかんないじゃないですか。いやいや、だけどもよ、わかるじゃないですか。実は、中継のヘリ出してるんですよ。は？ちょっと繋いで外の様子伝えてもらいましょう。どういうこと？では、ここで中継繋いでみましょう。現場の松本アナ？日本放送スポーツ部アナウンサーの松本です。私は今長野県飯田市の上空600メートルにおります。現在の様子を上空からお伝えします。なんで長野の飯田市なのこれ。松本アナお願いします。はい、現在こちらから確認するに、人が人を襲うというおぞましい光景が広がっております。臨場感すごい。信じられません。まるで映画のような光景であります。局アナにこういうことやらせないで。松本アナ、ね、被害の状況は。はい、あれは、警官でしょうか。警官です。警官が発砲しております。あ、ゾンビと思われるものに警官が発砲を繰り返しています。地獄だ。
あ、大量のゾンビが、大量のゾンビが。松本アナ、正確な位置と東京までの距離、救助の状況、ゾンビの数、男女比など教えてください。はい、東京までは、松本アナ、松本アナ、落ち着いてください。おい、おい、いい加減にしろこれ、お前。松本アナ、どうしました。松本アナー、ザーじゃないんだよ。くそ、松本アナがテンパりすぎてゾンビになってしまった。アナウンサーやめろよ。じゃあまさかここまでとは、とんでもないことになってしまった。何をやらせてんだよ。さあ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、ね、この時間で一部地域の方とはお別れです。1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後も聞ける地域の方はぜひ最後までお付き合いください。ありがとうって、もっと他にいる人いるでしょう。ねえ、断ってください。松本アナも本当すみません。うまいカレーパンの条件を教えてくれ。本格的なカレーとサクサクの衣たち。え、サクサクの衣たち、ハチ衣ら。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時を回りました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はラジオバイオハザードをお送りしておりますが、先ほどヘリで中継してくれた松本アナがまさかのゾンビ化ということで、サブもねちょっとバタついてます。バタついてないよ。どうなってしまうんでしょうか。この日本もねどうなってしまうか。長野が今そういう状況ということで、メールが来てます、うん。ラジオネームクリックス、俺松本アナのこと知ってるけどよ、うん、その道では第一線の職人みたいなアナウンサーよ、うん、本当ですよ、マジで。うん、だからそんなこと、人をねゾンビ化させてしまう。ゾンビ化してないから。ゾンビ界で、でもね、あんなのやらしちゃダメってことよ。ゾンビアナウンサーとしてね、これからゾンビナイトに、ね、誰が聞くゾンビ。いや、本当今日の放送ピューリッツァー賞もんですよ、ね。取れねえよ。いや取れねえ、マジで。やめんなよ。実はですね、うん、もう一チーム、ヘリの中継部隊派遣しておりまして。もういいよ。いや、マジでこれは、もう俺たちのジャーナリズム見せつけるとき、今じゃないでしょうか、多分。中継で状況を伝えてもらいましょう。誰が言ってんの。サブ作家の畠山なんでや。こちら、サブ作家の畠山です。いや、なんでこう、一線級のアナウンサーの後に素人出んだよ。畠山。今どこに、テンパらずに状況を伝えてくれ。どこにいんの。私は今、うん、北海道に、上空に、畑、耐えろ、耐えろ、畑、ゾンビが、畑、早えよ。畑山何がしてんだよ。北海道もか。早いよ。北海道もやられてるってこと。何がしたかったの今。ちょっとやばい可能性あんな、ちょっと。いらなくなかった今の。やばい、まずいぞこれ。ゾンビサブ作家としてこう活躍してくれることを。ゾンビナイト日本のサブ作家じゃんかよ。さあ、リスナーからどんなタイミングでゾンビになるか送ってもらっています。何や、そうだよ。何だったんだよ。あっという間の出来事。みんなゾンビ化しちゃうわ、これ。本当にやばい。これは本当やばいわ。いや、やばい、いやいや、うん。やばいっていうか。じゃあメールです。ラジオネーム、長野の九州男児。え？ごめんなさい、もう一回ごめんなさい、ごめんなさい。何が、何？ラジオネーム、長野の九州男児。え？学園祭芸人さん来るの？結構有名な人？え？火災報知器？うおいいじゃねえかよ。面白いし、ゾンビ化するなよ。
見てみろ、面白いから。来たら来たで面白いなってなるんだよ。ひどいな、これでゾンビ化するのひどいぞ。これはひどい。同じ太田プロの仲間をよ。いいとこ、いいとこだな、でもなんか。笑っちゃったよ、目に入った時さ。ラジオネーム、ピアノマン。私は田中くんは悪くないと思います。みんな弱い者いじめは良くないです。田中くんは何も悪くありません。悪いのは弱い者をいじめてるあなたたちです。大丈夫？田中くん。うわかるわかる。この感覚わかるなぁ。ここ、ね、そうだね。助け舟出されることで自分の弱さが浮き彫りになっちゃう瞬間ね。やめてーってね。もういいから。やだなぁ。じゃあ苦労するよ。そっちを選ぶから。じゃあですね。ラジオネーム、緻密な蜂蜜。さあ、日本。次に PK を蹴るのは駒野。頼むぞ、駒野。落ち着け、駒野。決めてくれ、駒野。大丈夫だ、駒野。日本全国民が、全国民が君を応援している。そして、駒野が、今、ボールを、蹴っとー失礼。今いじるかね、駒野。なんでゾン、なんで外すのいいけど、なんでゾンビになるんで、実況が。だろう。ラジオネーム、カニクリームコロッケ侍。あんた、おじさんからお年玉もらったから、お礼の電話しときなさい。あんまり合わないタイプのおじさんだからかな、ね、ちょっと気まずい。ちょっと距離ある感じだね。あるな。そう。いいよ、大事に使えよ。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。今日はラジオバイオハザードと題して、どんなタイミングでゾンビになるのかを送ってもらっています。はい、平子さん、テンパらないでくださいね。角、いや、ごめんね、ちょっと間違えただけじゃん。曲待ったりとかさ。いや、俺、この3年でも3、4回目くらいよ。うん。そんなにやってないから。ゾンビになっちゃうから、ほんとに。メール来てますからね。京都府ラジオネーム、ういろうちゃん。あれ？ホテルの鍵、最悪だな。オートロックだからね。最悪だよ。ああ。めんどくせしたいって説明して。すいません。師匠でんだろ。ラジオネーム、ベンジオーマー中山。よし、思春期だし、手鏡を使って自分の肛門見てみよう。思ったよりグロかったな、じゃないよ。よしじゃねえんだよ、これ。思春期出しして思わねえだろ、自分で。わかる、わかるけど、わかるけどね。わかるけどね。わかるけど。ショック、そんな受けるなら、見なきゃいいじゃん。自分の子を見て、ゾンビって。じゃあラジオネーム、おちんちんに謝ってよ。ねえ、謝ってよ。お前ってさ、メールだとテンション高いよな。やだなぁ、やだなぁ、これ。やだなぁ。言われたくねえだろうな、ね、これなぁ。
ね。ゾンビにはならないけどさ。恥ずかしいね。恥ずかしいメール。恥ずかしかったり。テンション下がった。ラジオネーム、股関節痛。ザルそば一丁お待たせしました。いただきまーす。ん？すまへん。店員はん。ザルそばについてきた、この薄汚い湯は何や？まさか雑巾の絞り汁ちゃうやろな。あ、雑巾の絞り汁です。そば湯じゃねえのかよ。そば湯の流れだろうよ。どの地方の、何の意味が。それゾンビになるな。ゾンビだから出す。そのまんま来たな。続きまして、香川県ラジオネーム子供スター。はじめましてペッパーくん。はじめまして。ペッパーくんは最近何をしてるんですか？最近私は手を上げたり手を下げたり少し動いてみたり、そのような毎日を送っております。あなたの毎日と同じです。ペッパー君言わねえな。ペッパー君ひどいな。もう手を上げたり下げたり少し動いたり。ラジオネーム、ビール瓶が苦手。酒井さん、リスナーをザコザコ言ってっけど、俺らは民放単独首位番組のリスナーだから、そんじょそこらのリスナーとちげえから、そんな簡単にゾンビにはならぬ。ちょっと強気な発言して怖くなってきちゃった。震えながらいつもと違う言葉遣いを使って。ゾンビだらけですね。あ、平子さん、ちょっといいですか？なんだよ。どうやらもうダメみたいなんですよ。ん？何が？今僕は平成を装ってますが、実はバカテンパってます。だからなんで？多分ゾンビになります。あと数秒で。マジでテンパってるから。勘弁してくれよ。お前もかよ。だから平子さん、このショットガンで俺を。嫌だよ。頼む。俺を人間のまま終わらせてください。そんなことできるわけねえだろ。早く早く、やばい。テンパってきた。やばいやばい。落ち着けって。やばいって。いや落ち着けって。いやいや、やばい。ちくしょ、これもう手遅れか。これ来てる。あ、すげえ来てるわ。ちょっとやばい。落ち着いてくれよ。テンパりがすげえ来てる。早く平子さん、ショットガンで早く。酒井、やばい。やばいのかこれ。やばい。あ、やばいやばい。許せ。俺はお前を撃つ。頼む、早く。あ、やばい、すげえ来てる来てる。あれあれあれ、これダメだ。どうしたんすか。俺ショットガンの使い方わかんない。何やってんすか。あれこれどこ、安全装置、時間だ、安全装置どこ、これどこどうやったらいいのこれ。あ、やばい、来てる来てる。あ、やばい、わかんないわかんない。やばい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 。ちょっと早く来てるって。来てる来てる来てる、すげえ来てる来てる来てる。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろ別れの時間です。はい、はい、まあ、全体の流れとして見てさ、サブサッカーの畠山がゾンビになるくだりいる？あのミニコーナー行った？ミニコーナーって言わないでください。ミニコーナーだろ。そうね、うん、でも一応そうですね、日本が全部なってるって演出ですよね、だからね。あ、
全体が、ね、全体がなってるっていう。なるほどね。長野だけでちょっと、ね、意味がこもっちゃうが言い出しにちょっと。そっか、そうそう、そっか、そっか。ちゃんとチラシとかないですよ。日本各地がね。メール来てます。ラジオネーム、愛はゲル城。今日の放送はいろんなところでゾンビになってしまうんだという危険認識はできましたが、ゾンビ化を防ぐ方法は教えてくれないんですね。パンデミックが起こった時どうしたらいいんですかね。一人一人が強い気持ちを持つってことじゃないの。いや本当それが一番大事なんですよ。言えよじゃん。いや本当そうなんです。いやそれはもう2秒で終わるだろ。じゃあ今日の放送。もう一枚来てます。千代田区ラジオネームスペシャルウィーク。この番組ってなんで民放周囲を取ると次の週でリスナーを減らすようなメールテーマになるんですか。いや精査してんすよちゃんとね。リスナーを調子乗んなよってこと。あんまり怖えキング。いやそうよ本当にマジで気をつけねえと。おわ、うん、ちゃんともう一回引き締める。ああそう面白いやつしか採用しねえな。金お金。番組であなたからのメールを募集しております。詳しくは番組ホームページをチェックしてみてください。そしてお前らゾンビと変わんねえから番組有料携帯サイトぜひ。はい、ノッティービディは引き続きこの後5時までお送りします。この部分は後ほどポッドキャストで聞くことができますのでそちらもぜひということでございます。はい、いや確かにゾンビ流行っては来てるからね。そうだね。アイアンヒーローもやるんだ俺知らない。そうそうそうやりますよ。楽しみだな。大泉洋さんおかな。へえ、うん、ちょっと合うね。ね、うん、あの結構な世界観ね。ねそうやって結構な規模だよね。結構なうんそう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 ね、うん、楽しみだよね。それこそ長野からも北海道から東京までの本当規模よ。そんぐらいの規模どうやって原作だと海外のね、そっか、まあ、あるからね、画面なんかも楽しみだね。ゾンビ来てんじゃない。やった今日俺らがやったのは全然違うけどな。いや先駆けみたいなとこありますよ。あなたの弱気メールを募集しておりますでも同じの来るよ。ビッチまったり弱気になっちゃった時のメールを募集しますでも全く同じ。最後俺らがウォーって言うかどうかの違い。違う違う、バラさないでその辺は。言ったらもう結構普通オタに近い。この間こんなことありましてねテンション落ちちゃいましたよ。ゾンビ乗っけないとダメでしたね企画。やばい、ゾンビ芸人目指そっかなマジで。そんなこんなの今週です。お相手はアルコ&ピースの坂井健太と、はい、平子祐希でした。来週も何卒。